泥水状態で今話してるんですけど <laughs> そ,そんなにそんなに飲んできたの、はい、あのー、さっきまでしゃっくりが止まらなかったの <laughs> やばいね <laughs> 酔っ払い特有のしゃっくりが止まらなくていやよく止まったね止まった今アイスの実を食べてて<ー>アイスの実でちょっと抑え込んだみたいな <laughs> またあの発作起きるかもしれないんでちょっとそれはご用意してください OK <laughs> ーーそしたら俺が代わりに 喋っとくわお願いしますなんかシャッフリ出る時ってお,、うん、お酢飲むといいらしいねあそうなのお酢か俺まあまあ最悪和風ドレッシングみたいなやつでもいいんだけどをそのショット部ショット部ぐらいの容量をグイッて飲むと <laughs> <ジ>あれって結局横隔膜の痙攣だからうん、うん、その胃,胃というかこの内臓があの急に酸っぱいのがきてびっくりして止まるらしい。うん そうまさかと思ったんだけど俺普通にサラリーマン時代に何かあの現場出てた時になんか、うん、接客しなきゃいけないからシャックに止まんなくなっちゃって、うん、どうしようって言ったらそのバイトのクルーの人がなんか <laughs> いいよって言ってやってくれたらマジでピタッて止まってマジそうめっちゃびっくりしたそうなんかあとはあれなんか脅かすとさシャック止まるとか言うよねああ言うけどあれ実際どうなんだろ そんなさ本気で驚くことってさもう大人になってからあんまないよねまあ確かにそれは間違いないと思う,けどうそうそうびっくりさせられてもなかなか効果がね、うん、でも今俺アイス飲みで止まってるから、うん、アイス飲みでもいけるっていうことがちょっと今日わかったわじゃあそれを提唱して,してもうなんか言ってこう <laughs> アイス飲みコーヒー味ですコーヒー味じゃないとできないのかなできないと思う<絶>カフェラテ味なそんなわけないでしょカフェラテ味 角膜にはカフェラテ味がいいケー。Okay、<laughs> いい感じに酔っ払ってますね <laughs> はいすいません <laughs> じゃあえー、っととりあえずじゃああれですねシンガーソンシンガーじゃないシナリオソングライター、えー、第2回目 2>、はい、よろしくお願いしますお願いしますはいええー、まあ大幻の第1回があるんで今回はそうですねまあ第2回という それははちょっとととアーカイブでで聞けないというこすよねシャープゼロみたいな感じでシャープゼロみたいなはい、はい、エピソードゼロでゼロ、ね、今回が、まあまあ、実質シャープ1っていうこと今シャープ2ってタイトルになってるけどはいはい、はい、まあまあそうかそういうことだねじゃあアーカイブにはそういう形で残しておきますそうしましょう、はい、でえっ、ー、と前回は、えー、皆様からキーワードを募集して、うん、そこからまあ小説を、えー、作りまして でそれをもとに僕が曲を作るという、えー、企画をスタートさせましていろいろワードをね皆様、えー、寄せていただきましてありがとうございます、えーはい、無事作ることができましたと、はい、でもう一つ、えー、コンテンツ紹介の、ね、コーナーということで「そうだね、えー、タイガードラゴン」の 紹介をさせていいたただきましたのでそちらの、えー、今回我々がね我々がというか僕はねあの見たことなかったんで、えー、見ていろいろと思うところがあったので、うん、それについてちょっと喋っていこうかなと、えー、思いますはい、はい、じゃあ先にそのコンテンツの方からい、えー、きましょうかねそうですねうんいや見ましたよ、えー、見ました <laughs> ありがとうございますいどうでしためちゃくちゃ面白かった や,やっぱりね。うん、なんかそうね、うん、まあまあだらだらと雑談のように感想をねちょっと言ってそこをもろともあそうなんだよみたいな話をちょっとしていけれたらなと思うんだけどまずなんかうそうそう、うん、あのさその昔の、まあ、古典とか古典落語とかを、うん、なんかなんていうんだろ現代の,あの出来事 とかにうん、うん、要はあれって変換してさあの物語進めてるわけじゃないなんかその昔の,その財布海から落ちてきた財布を拾ってみたいな話とかもヤクザが落とした財布を拾って、うん、それを交番に届けてみたいなことにそ現代版に全部置き換えてるわけじゃん。そうだね そのもうシステムを作った時点でもうううううう量産できるわけそそそそその話をどどどどん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 ともと芝浜とかいろいろその話を知ってるリスナーからしたらもう、うん、お今回この話かっていうので盛り上がるし知らない人にとっても逆に今度、うん、えと現代の話から昔の古典芝浜を知れるという逆方向の、えー、にその話を知れるから古典落語を知ってる人も知らない一般の人もどっちも楽しめるから。 もうあのシステムを作り出した時点でもう勝ちだなっていうをめちゃめちゃ思ってでなおかつ工藤さんがやっぱそのねっやっぱ才能でこう脚本をうまいことねそれを現代版にアレンジしてそのモロが前回言ってたみたいにあのうまい具合にこう調整してあのなんていうの,その古典落語を現代版の出来事にねこう変換してるっていうのもあって。 やっぱ見やすいし聞きやすいしっていうのであれはもうめちゃめちゃ面白かったですっていうのでよかったわそうあどうでした、うん、あの古典、まあ、落語を、まあ、題材にしてるドラマ、うん、じゃあドラマじゃないどうですか初めてまあ多分たける落語とかそんなに聞いたことないよねそうだねぜほぼないねそ,そういう人にとってもどうあのドラマは 見やすい,かいやーめちゃめちゃなんか、うん、落語のドラマっていうことを忘れるぐらいとまではいかないけど普通のドラマとして全然見れるからはははいはいはい、はい、なんかなんだろうな落語行きたいなとももちろんなるんだけど、うん、単純にその知らない人間としても、うん、一般的なまあ 金曜日にやってる金曜ロードシ10時とかのやつだよねこれ多分 TBS かの金曜日ですそうそう T そうそう一般的な金曜ドラマだなっていう目線でも全然見れるからなんか知ってる知らない全然関係なく <laughs> あそう、うん、よかったそうあなんかあとはあれだねそのなんか <laughs> 落語知ってると逆に例えばあれってさ結局落語を演じてるのがさえっ、ー、と まあそのジャニーズの2人と西田敏行さんがやってて本職があれ西田さんって別に落語関係ない人だよね関係ないと思う,う、ねはい、まあ多分めちゃめちゃすごい上手だったけどやっぱりその落語を本当の落語ファンからしたらやっぱ言い回しとか逆にそういういやいや落語はこういうもんだから、ね、ちょちょっとこうなんていうんだろうな気になっちゃうところがもしかしたらあると思うんだよね。 だけどやっぱ知らないからあ普通におうまいなってスッと入ってきたからなんかその知って知っちゃってると逆にイラッとするところもあるのかなってちょっと個人的には思ったあまあそれはあるかもねほそうそうんとにファンはねうんそうそうそう,思うかなーみたいな思っただから古典好きの人は要はその新作落語に対してちょっと みたいなのに近いのかな今回のドラマって要はそ、まあ、ざっくり創作落語みたいなドラマじゃない。だからそのドラマ全体に対して、うん、古典の本当にコアなファンな人は、うん、どうなのみたいな思う方もいると思うけどうん、うん、まあそ,のそんなにね落語に、まあ、見てこなかった人聞いてこなかった人にとってはまあ新鮮だし入りやすいというか落語に対してまあ そのはまあ、敷居が高いじゃない基本的にそういうのってそれを下げてくれてるっていうのもあるしねうん、うん、そうだよねうん、うん、なんか「昭和元禄落語心中」っていう漫画知ってるああ知って知ってたみたいあれはさあの、まあ、アニメ化もされて俺アニメの方見たんだけどあれは結局その現代の 出来事に置き換えてっていうよりは、昔の落語と今の今の落語と、もう全部落語の中だけで完結してる。そうだね。じゃない。しかも、まあ漫画っていうのもあるし、まあアニメだったとしても、アニメもさ、もう声優さんがガチガチのさ、もうちゃんと書かれた台本をガチガチにコピーしてるから、ちゃんとやっぱ落語してるから、落語ファンからしてもやっぱりそのあのなんていうんだろうなあのをちゃんと落語してるなっていう感じだし、その落語という 逆にただそれは逆に言えば落語という一線を越えないからなんかそこが良さでもありちょっとなんてっ悪さって言ったらあれだけど、うん、なんか一般受けしづらいところもあったりするのかなとも思ったけどさすがやっぱりその金曜の夜やってる、ねはい、あのドラマだけあってやっぱそお茶の間的なところにちゃんと届くなみたいなのがそう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 そ その脚本のえっ、ー、とー、まあ、原稿用紙で考えてほしいんだけど、うん、ペライチっていうんだけどその1枚のこと<ー>そのペライチでなんかどっかのインタビューで見たんだと思うんだけど、うん、そのペライチの中で絶対1個は小ボケ絶対入れちゃうみたいなこと言ってたのへえー、そうそうそうだからドラマクドカンのドラマを見たことある人はわかると思うけど、うん、その数分に1回は、うん あって笑えるるよようなシーンが絶対あるのよあ確かにでもずっと笑ってたかもそうで今回のドラマ「対岸ドラゴン」っていうのは、うん、まあ落語ってもちろん人情話とか、まあ、泣かせるようなちょっとうるっとくるような話もあったりするんだけど、うん、基本的に取り扱ってる落語って全部笑える話だと思うのよあ<ー>基本的に、ね、ドラマ全体も一話一話絶対笑える構成になってると思うんだけど要は苦土感の脚本 自体がもうそもそもそのまあ1ページに絶対、まあ、数分に1回はボケ入れる、まあ、笑わせたいっていうそういうポリシーじゃないと思うけどうん、うん、そういうので工藤勘書いてるから、まあ、結構「その対岸ドラゴン」のこのドラマっていうのは特にその工藤勘らしさというかそういう、まあ、コメディチックな感じが凝縮されてるドラマだと思うんだよねうん、うん、だからそうそう。あの そのまあ結構あなんだろう一話一話結構重い話もあるじゃんあのなんだっけあの漫才のさ、まあ,あの目音漫才の回とかさ俺好きなんだけどあ,あそことかさ結構あの、まあのま奥さんが、うんえー、末期がんなのかな病気患っちゃって余命宣告されてっていうそ不幸な悲しい話の回もあったじゃないそこもさ、うん、決してなんか重くないじゃない重くないなん,かなんだろう うん決して軽くはないんだけど、うん、笑えるしっかり笑える回でもあるしそういうところはね工藤君すごいなと思うんだよ、ね、うーんいやーすごい、ね、確かになんかぽっくりぽっくりいっちゃうっていうかねぽっくりいったけどさ、うん、なんかさ最後の余韻がさずっしりこないじゃん,なん来ない来ない、うん、ね毎回毎回、うん、なんかうん、うん、あーみたいなそういう割り方ですごいなんか確かに、うん、後味いいよね 後味いいんだよね、うん、あのやっぱあとタイガータイガージレッタイガーがだんだん受け入れられてくのがめっちゃ良かったいいよねやっぱ<あ>れまあそれはもちろんすごいよかった、うん、最終話のね、うん、最後のシーンでもそうだね、うんうん、がそれなんだけどうん、うん、まさしくそれなんだけどもう最初なんてもうめっんゃ,ゃ滑ってたもんねそう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 ん それが最終話のほんと最後のラストシーンがそれに持ってくるっていうのもすごいしあ,、うん、あれめっちゃ良かったなあれいいんだよ、うん、本当にそうでまあ俺ミュージシャンだからさ、はい、まあ音楽的なところもちょっとちゃ一応ちゃんと聞いてて<ー>サウンドトラックとかも一通りなんかあり聞いたんだけど、うん、そうなんか全体的に弦楽器が多めに使われてて。 あそうなんだそうで弦楽器って言ってもこうあすごいなって思ったのがあのバンジョーってわかる何かなんて言うんだろうなこう太鼓みたいな上に弦がいっぱい弾いてある楽器「バンジョーっていうんだけどはあ、はあ、まあアコーギーみたいな、まあ、ギターみたいなほぼギターみたいなもんなんだけどなんかそのまあ弦楽 <laughs> まあもちろんアコギも使われててそういうバンジョーとか要は生の弦楽エレキギターとかじゃなくて生の弦楽器みたいのがすごいたくさん使われてる曲がすごい多く出てきて、はい、そうでそれ一応バーって聴いたらなんか全体的にそうするとこうななう,うなななんんんかてだテケテケしたような感じの音になってちょっとこうひょうきんな感じが演出されるというか。

おこと,とかシャミセンの音とかかも出てきてき、はい、なんか全部それ弦楽器なんだよね使われてる楽器がうん、うん、そうだねそうしかもそう電気を通さずにやってうん、うん、生でちゃんと音が鳴る弦、まあ、楽器を使ってたんだけどなんかそれぞれが全然乖離してなくていい感じにこうはあそ,そういう見方してなかったなそうそれであだからこんなになんかちょっと江戸っ子感が出るというか、うん、ああなるほどね ちょっと陽気な感じになるんだよねそれが「ああすごいこうやって統一感出してんだ」と思ってうわすごい<う>俺逆にその話聞いてすごいなと思ったさすがアーティスト <laughs> そうなんかそうでしかもその10曲中1曲ぐらい突然なんかヒップホップみたいな曲出てくんだよだへえ<ー>それこそ IWGP とかに使われてるような,なんか外人がラップしててはい、はい、なんかあのスクラッチしてるようなあの ーンテブルみたいなしくっついはいはいちょっとさほらあのなんだっけあの服屋さんのさあのちょっとさあのラッパーみたいな感じの雰囲気のとこあるじゃんわかるわかるああいうとこで突然なんか急にそういうラップみたいな曲が流れるから緩急がえぐいんだよねへえそれがめっちゃおおってなったはあ俺そういうふうに見てなかったのはそこは確かにな着眼点すごいなそう なんか通常の時はさやっぱその和な感じの和風のテイストじゃんそれでそだ、ねうん、余計そういうああいう原宿のなんかあのー、チャラい店みたいなのが急にそういう音楽使うことでなんかよりその感じが出るんだよねへえ<ー>そ,それがねそうめちゃめちゃ面白かったああ なるほどね、そうそうなんかう,おなそういう見方してなかったなうへえ<ー>んかだから自分がいつかそういうドラマのやつとか作る時にすごい参考になるなと思ってうそうミュージシャン的な感想はそうだねな,なるほど,どうだトータルでどうですかその今まで見たドラマの中で結構上位に入ってきますか えもう1位ぐらいの <laughs> <laughs> 最近ね<っ>そドラマ全然俺、うん、まあ前からそんな見てないし映画とアニメの人だからさ私そうか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 ドラマそうだねあの今回「そのさタイガードラゴンをさ」を前回コンテンツ紹介でさ、うん、紹介したけどもともと俺が「クドカン」が大好きでその脚本家に なりたいって思う一番の作品何って言われたら、まあ、多分この今回の「対岸ドラゴン」が多分影響してくると思うぐらいの、まあ、僕の人生にとってすごい影響を受けた作品の一つなんですけどそれをチョイスした <laughs> のはその理由でもあるんだけどもう一つ、うん、今回その今,、えー、今のクールで「えー、と俺の家の話」っていうのが。 やってるんだけど同じく TBS かな、はい、TBS のくじ枠で、うんえー、そうだね金曜ドラマで、うん、で, <coughs> でもちろんその脚本家は工藤官九郎さんで、うんえー、主演は永瀬智也さんなんですけど、うん、実は TOKIO の,の永瀬さんってさ、えーとうん、芸能界引退を表明してんのかなもうあそうなんだそう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 、えー、引退表明してて。 えとまあ、おそらく工藤官九郎さんと永瀬、まあ、智也さんっていうそのタッグを組んだドラマっていうのは、まあ、すごい何作品かあるんですけど、うん、多分今回が最後になると思うんですよ、えー、でで俺毎週見てて、まあ、昨日もやってたんだけど多分次で最終かな見ててね、まあ、これをねもう本当にコンテンツ紹介で紹介したいなってぐらい、うん めちゃくちゃゃくく面白工<ー>黒官九郎さんの、まあ、集大成と言ってもいいほど、うん、過去の作品の、まあ、小ネタとかもそうなんだけど今までの要素これ全部この作品ささ注いでるなっていうのが分かるほど、うん、まあ全力投球というか本当に全力で描かれてんだなっていうのが分かるぐらいの作品でで。 おまけに永瀬智也さんの多分最後の作品になると思うんだけどえとしかもキャストもねもちろん西田敏行さんと、うん、まあ永瀬智也さん親子関係でこう出てるんだけどもちろんあの岡田さんはまだ出てないし次出るか分かんないんだけど、うん、塚本さんとかえっ、ー、とえ阿部定夫さんとか過去の、えー、工藤官九郎さん作品の常連の方々が。 うん、もう惜しみなくボン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 出てるのよだからこれね多分工藤官九郎さんファンの方はめちゃくちゃ興奮してるしもうその要はピリオドが見えてるから「あ<ー>工藤官九郎×永瀬智也」っていうのがだからその一話一話なんだろう見ててすごいね噛みしめてるというか、うん、一個一個のセリフを一個一個のシーンをぐらい。うんうん なんかあ終わるんだなみたいな工藤官九郎と永瀬智也さん、まあ、特に永瀬智也さんだけど、うん、ああんかねすごいんだよなんかね毎回泣きそうになるぐらい、えー、ああそっかっていうもちろんめちゃくちゃ面白いんだけど見たくなるなそれはなんかすごいんだよで今までさ割と、うん 工藤官九郎さんの作品って、えー、と基本コメディーしかあの人作らないと思うんだけど<ー>ぶっ飛んだ世界観で、うん、ぶっ飛んだセリフであってぶっ飛んだキャスティングがあってぶっ飛んだキャラクターがいてうん、うん、っていう毎回その僕らの想像を超えてくる作品ばっかりなんだけど今回は、えー、割とテーマがそもそも重たいというかはい、はい、ちゃんとしてるというかいい意味でちゃんとしてるというかうん、うん、そういう作品になってて。 なおかつ今までの工藤官九郎さんの作品の、まあ、うんいろんな要素が織り交ぜられた作品になっててなんかなんて言うんだろうこれ上から目線になってすごい嫌なんだけど、うん、なんだろう工藤官九郎さんの成長というか、うん、あここまで来たんだあの人はみたいなちょっと偉そうなこと言うとだけどそういうなんか。 うん歴史と成長みたいな、うん、ここまでこの,この地点まで来ちゃったんだこの人みたいなそう思わせるような作品になってる気がするへえー、そうだから、うん、ごめんねなんかあんまり用意してないから言葉はちょっと選ぶのはすごい難しいんだけどいやいやいやそんななんか、うん、まあ集大成的なね感じでうん なんか昨日の話とかねすごいもうねなんかねまあ結構感動する昨日は特に感動するラストシーンがあったんだけど、うん、なんかそのこのドラマ関係なしになんかね違うこと考えちゃって余計なんか泣きそうになったそんな作品えー、ああ終わるんだみたいなう、はい、わすげえっていうのと同時にあ終わるんだみたいなそういう余計な 感情がなんか襲いかかってくるというかそのファンだからこそわかるなんというか工藤勘九郎さんの作品を長年追ってきた人にとっては余計なんかずっしりくるというかはいはいはい そそうそう,そうまあごめんねんなんかそんないやいやいやそういうドラ, <laughs> ラジオですからそう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 ,そう <laughs> まあぜ、まあ、その「タカアンラゴンは」は、まあ、そのうちの一つなんだけどその中でも傑作<ー>一応傑作中の傑作なんだんだけどだからまあ初見の人にはもちろんキャッチーで面白いし工藤官九郎っていう人間をまあ知っていてあプラスアルファその「 まあ、出演している演者さんの、まあ、ストーリーとかをそれぞれ、まあ、要はバックグラウンドを、えー、知った上でえで、ー、見るとよりその「俺の家」の話とかはより面白いっていうだからそのごめんね先取りかもしんないけど「俺の家」の話今やってるんだけどそのまあ本当に楽しみたい人は今見るんじゃなくて工藤官九郎さんと永瀬智也さんが出てる作品 いいっぱいあるんだけどそれ全部ドラマ見てから今回の俺の家の話を見てもらった方が数倍数百倍楽しめると思うこれ間違いないとあなるほどなはいはい、はいうん、全然違うと思う見方がええー、そう本当にすごい本当にねあの泣けるし感動するぐらい、えー、マジでそのクオリティ今回のドラマめちゃくちゃ高いへえー、そう「タイガードラゴン」と並ぶぐらいそ<う>すげえって思ったはいはいはい、はい、そうそうまあごめんなさいあの見てない人も過去のやつ見てない人もごめんなさい 何言ってんのかわかんないと思うけどまあいやいやいやいでも見たくなる見たく俺もまだ見てないけどさふーん,うん、うん、そうそれはそうだ、ね、あれウォーターボーイズとかは違うか工藤か違うねうん違う違う、うん、はいはいドラマそうかあれ主人公が勘九郎って名前だっただけかあれそうだっけまあいやいやえでもあれそうだっけごめんちょっとわかんない新道勘九郎とかだっけわかんないまあ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 そうかなるほど、ね えーちょっと見よう、はい、すぐ見ようぜひ見てください,いそんな感じでね、えー、コンテンツ紹介はいあのーやってます、ね、見てくれたのかなリスナーの方見てくれた方多いんじゃないですかねまあ長いからねかやっぱドラマってそうなんだよな<う>ハードル高いからなまあでも全然全然、あのーね、最初のスペシャルドラマだけでも十分面白いしね あの確かにねあ,<の>あれ完結してるよね確か一番、うん、ちゃんとなんか終わってるからはいはいはい、はい、あれはあれで面白かったねよかったです、はいまあ、次回またちょっとねコンテンツ紹介をがっつりあの、はい、次の回でまたやってもらおうと思うんでねその時また作品を、はい、考えといてもらえたらはいお楽しみ、はいはい、ということで後半戦は、えー、皆様から募集した キーワードをもとに作った、えー、脚本というかショートショートですかねそうっすねショートショートっていう言葉があるんだねそうそうそう,そうまあ本んに何だろうまあショートショートっていうもう読んで字のごとく短い、うんえー、ちょっとした小説というか物語になってます、ねねえっと、ててはい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 なるほどねんかあれだよねノートに一回あげてくれてはい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 それをもうすでに お読みになられてる方ももしかしたらいらっしゃるかと思いますがもう一回この場であ朗読というかもろに、まあ、読んでもらって読んじゃいますそれをにこんな曲ができたよっていうのをその後で僕が演奏しようかなと思っているのでそういう流れでいきましょうかもうできたの曲は曲はできました すごいね1週間できるもんなんだね1週間でなんかできちゃいましたやっぱその人からだからそう思ったんかその俺曲さ自分の曲で書くのすごい時間かかるというかなかなかいやちょっと今は気分じゃないなとかさやっぱまあミュージシャンあるあるだけどさまあそもある分かる分かる分かるそうる分なんかなんかちょっとねまあ今日い分かるかなっちるうけどやっぱそのるる分る分かる分かる分か 作んななきゃってるるしすげえわかるそうだからこのラジオすごいいいわ俺の曲作る理由になるから <laughs> <laughs> すごいありがたいはははいはいはい、はい、そうそうそうなのでね、まあ、とりあえずなのでできた、えー、脚本を小説をちょっとちょっとね、はいはいはい、もう一度ちょっと読んでもらおうかなとちょっとあのー、酔ってるんでちょっとあのーはい、しかもあんまり読み慣れてないのでちょっとそこら辺は噛んだりうん うまくいかないんです。そこはご了承ください。全然,全然すみません。それは全然。えっと前回さ、何個かいくつか、ええー、二つテーマ。うん、えっと二つテーマあったよね。あった。それでそれぞれ四つずつぐらいお題いただいたのかな。えっと一番幸せを感じる <laughs> 食べたときにうん、うん、感じる食べ物っていうのと、えっ、ー、とよく使う電車。<laughs> はい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 。この二つをキーワード。 なんかいっぱい送ってくださいましたけどなんかカレーとかたこ焼きとかチーズケーキで、えー、電車は総武線とかあとは鹿児島とかね富山のローカル線とかうん、うん、日比谷線とか紹介していただきました、うん、その中で、えー、っとまあ特に理由ないんだけどばっ、うん、と思ったのは、うんえー、チーズケーキと総武線ってので選ばさせてもらってそこからちょっと物語をはいはい、はい。 えっとタイトルは「マスク」ってつけました、はい、そうですねじゃあ、えー、簡単に朗読させていただきます、はい、時刻は12時を過ぎ群衆は一斉に同じ方向へと動き出す深夜の新宿に僕だけ取り残された気持ちになった僕は激しい酔いの中街の片隅でまだうずくまっている ねえそんな声がした気がする顔を上げたらまるで背猫をあわれ,れむように見つめる水木先輩の姿「どうして?」と僕が言うもんだから先輩も「なんで?」と返すそういう人だ大学の同じ学部の水木先輩とはたまたま授業で知り合いたまに喫煙所で会話するくらいの仲だ少なくとも先輩はそう思ってるはず「先輩は友人たちを先に行かせ」 僕の腕を掴んで立ち上がらせとにかくここから連れ出してくれたそれから僕たちは群衆の中に溶け込んだ頼りない足取りで階段を下りながら先輩の細い腕で僕は何とか明るいところまでたどり着いた間に合うかな僕はどうでもよかった君駅どこちょっと期待したじゃあ総武線だからごめんねそう言って僕を置いてあなたは消えた 改札前の店のシャッターで再びうずくまり知らぬ間に逃げていたペットボトルの水を飲み干すもう二度と酒は飲まないと強く誓う電車に乗れなかったのか乗らなかったのかはたまた誰かを送り届けただけなのか事情がわからない輩たちがこの場にいる彼らにとったら僕はただの酔いつぶれた哀れなとこでしかない 途方に暮れる僕の目の前に誰かがかかよってくるああいたいた終電行っちゃったよきっとどうしてって聞いたらなんでって返してくるに違いないそういう人だからとりあえずどっか行こうか僕らはどっかを探しながら歩くことになった大通りをふらふら歩きながらなんでこんな時にと酔っている自分を恨んだ自動販売機で水と先輩にはコーヒーを買った 本来は僕が先輩を送り届けないといけないのに。家どこ東長野です。じゃあ同じ方向だね。どっかから西に変更された。不思議でしょうがない。足が動いてる感覚すらない。水木先輩は今僕の隣で、僕のためだけの時間の中にいる。明廷とそんな冷静が交互に僕を襲う。歩くのに飽きた先輩は捨てられた自転車にまたがり、僕を後ろに乗せた。 これ拾ったんだからね尾崎豊じゃないよね無抵抗の僕はママと共犯となったでも悪い気はしなかったこの滑走路のような道をただひたすら直進した水木先輩から漂う香水の甘い香りが湯風に吹かれ僕の全身を積み込んだずっとこのままがいい人を乗せてこぐのって難しいね 貧弱な先輩の脚力もあって安定感のない自転車は何度も僕を履かせようとしたけど先輩は何になるんですか必死にこいでる先輩の後ろから問いかけたそれって自分で決められるのじゃあ何かしたい夢とかあるんですか夢って君ドラマのセリフみたいなこと言うんだじゃあ就活はどうしてるんですか一体いくつ質問するの 厳密にはまだ一つだつけです。それにさっきから疑問文を疑問文で返してませんそれから何も返してくれなくなったしばらくして東の赤ない駅に着いたここで大丈夫ですついでに家まで送ってくよ近いんで大丈夫と言っても送ってくの一点張りの先輩に僕は逆説的に折れた家の途中にある古い経験の前を通りかかると先輩は吸い込まれるように店の中を覗い込むここおいしいですよ チーズケーキあるありますよ一番好きなんだよね今度終わりますそうやってお店を横切きるたびにガイドみたいに矢継ぎ早に説明して一瞬でも先輩を退屈させないように必死だったここは郵便局です知ってるよ張り切りすぎたけど15分ほど歩いて僕の家の前にやってきたすっかり酔いも覚めた 試しに、家でコーヒーでも飲みますかと言おうとしたところでさっきコーヒーを奢ったことを後悔した。酔って忘れたふりもできたけど、断られるのが嫌でやめた。ちょっと休ませてよ。あ、はい、どうぞ。急な展開で驚く間も,もなかった。汚いですけどって言うんでしょ。いえ、意外と綺麗なんです。えー、テンプレーと違うじゃん。と茶化しながら先輩は遠慮なく家でくつろいだ。鍋にあった昨日のカレーまで食べて。 カレーの隠し味何だと思います何やばいもんでも入れたやばいって何ですか愛情ですよ。何それ。よくママが言ってたんです。うちのカレーが美味しいのは、よそにはない愛情が込められてるからだって。まあいいよね。ミルキーはママの味っていうし。うん、それは違うか。料理っていうのは自分のために作った料理よりも、誰かのために作った料理の方が美味しいんです。だからママのカレーはいつも美味しいんです。 君さママのことママって言うんだえあ,あい,いえ僕が言いたいのは僕の愛情がまあまあ照れなくていいからさささっと缶ビールを僕に差し出すもう飲んで忘れなさいい,いえ飲めませんああそうかそうだった夢になるといけねえんでそう言って僕は頭を下げる何何先輩はよくわからずただ笑っていたこれでいいんだ 僕の気持ちは知られなくていいこの日を境に先輩と積極的に会って話すようになった大体は大学の喫煙所だけどおすすめのラフ語の話をなぜか僕が話すというのが恒例になったラ語は話からから聞いた方が絶対いいと言ってもだ先輩はいつもふざけている愚痴も言わねえも聞いたことがないただ就活という恐ろしい行事がいつか君もやってくるんだからな と茶化しながら僕を脅すように話す先輩の顔にはどこか切なさを感じたそんな生活もコロナの流行で一転した大学に行くこともなくなり人との接触もなくなったマスクで息苦しい毎日が当たり前だった一体この白い布はいつまで続ければいいんだろうかそんな異様な世界にいるわけだけど僕たちは著しい戦意にな何とか順応していった先輩が食べたがってたあのケーキはもうないけど そんな異様の世界にもクリスマスの夜はやってくる寒空の下僕は一人駅のホームで電車を待っている知ってる顔が視界に入る向かいのホームにスーツ姿の先輩だ久しぶりの再会がよりによってこんな日にと勝手に紅葉したこの勢いのまま僕は自分の感情をぶつけそうになった今なら言えるかも僕はマスクを外し先輩のを叫んだがアナウンスがそれを邪魔したすると先輩の後ろから見知らぬ女性が割れ 彼女は笑って先輩と腕を組んだ僕は恋を失ったそりゃそうだよあんな素敵な男性に彼女がいないわけないよ呆然と立ち尽くす僕の前に電車が停車する電車が横切る直前の一瞬に先輩と目が合った気がした僕は乗らずに電車を出るのを待ったほぼ同時に反対車線にも電車がやってきた電車は走り去り2つのホームの隔たりはなくなった無駄な祈りは文字通り無駄で 今度こそ僕を置いてあなたは消えた何もなかったことのように最初から何もなかったんだけど僕はまたそっとマスクをつけたありがとうございます、はい、ごめんねめっちゃ噛んだわ <laughs> めっちゃ酔っ払いながら読んだから <laughs> まああの,あの原文はねあのそのノートの方にあ,の、はい、ありますんで あのごめんなさい、あのー、聞いてる方ちょっといやも俺もさその自分の配信でちょっと待って今めっちゃ LINE の時ちょっと自分の配信であの朗読っぽい感じ一回読んでとかやったんだけど、うん、難しいね読むのってなん,かなんか声優さんとかがさ朗読とかってすごい入ってくるけどさ俺それを。 が当たり前のように聞いてたけど自分でやるとめっちゃむずいねじゃあいやいマジ口動かないんだって俺今酔っ払ってるからマジ字を覆うのも大変なんだってそれ以前にちょっとごめんなさいあのめちゃめちゃ失礼しました口がねマジでね2ンチぐらいしか動かないにやばいいや全然大丈夫全然大丈夫あのちゃんとあのノートを見ていただければはい わかると思うんで。はいはいはい。今のも全カットでいいぐらい。いやいや、大丈夫、大丈夫です。まあ、でも、すごいね、俺、そう、これ最初読んだ時ね。なんか、そういうことかみたいな、最後、大どんでん返しが。やっぱり。ね。はいはいはい、ありがとうございます。ね。これはじ。これ意味、意味分かった、最初。最初、一瞬分からなくてもう一回読んだら、なんとなく。分かって、で、まあ、ほら、いろいろちょっと話しながらさ、あ、ちょっとここ、もうちょっとこうしようよみたいな。 ちょっとじわじわ変えてそ、ね、そうねそうねね分かりづらいとこあったしね、うん、そうそうなんかそのねそれでこう要は「水木先輩」っていうのがね最初やっぱカタカタナでで書いてるとこがポイントですよねそうねどっちとも取れるしねまあこれは多分最初は女性だなと思って多分読まれたと思うんだけどうん、うん、実は男性だったという,そう,そうまあそのまあ まあゲイそう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 ,、うん、そういう方が、えー、男性の方先輩を惚れて、うんえー、好きになっていくんだけど自分の気持ちをね伝えられず、えー、毎日を過ごしてたんだけど、うんえー、ある時、まあまあ、なんかさこういう日は行っちゃっていいかなみたいな日あるじゃない、うん、紅葉してあ<る>こ,のこの勢いのままちょっと告っちゃおうかなみたいな日あるじゃんあるね そういう日にその僕はきっと先輩を見た時に、まあ、クリスマスで1、うんえー、一人で電車のホームにいて、うん、なんか言いたくなっちゃうような感じになるじゃないそんな時に限って、まあ、女の人がね腕を組んで「うん、あ彼女いるんだ」みたいなはい、はい、そう見た時にハッと我に返って、うん、まあもともとね芸責ルの方って、まあ、自分の気持ちとかをさ押し殺して。 行かないといけないようなさ、うん、生き方っていうのがどうしてもあるわけで、うん、まあそういった自分の気持ちを押し殺すという意味を込めて、うん、まあ今その現代のコロナ、うん、え息苦しい世界にもかけまして「うん、マスク」っていうタイトルにしたんだけどうん、うん、まあそう自分にマスクをもう一回つけてっていうそういった僕のまあ切ない青春時代のえー まあ、ラブストーリーっていうほど高尚なもんじゃないけど、うん、まあそういった時期の話を書こうかなと思いましたはい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 大学のっていうそうそうそう,そう、うん、まあ余計多分僕今大学生の方と、まあ、接触すること多いんだけどコロナもあってさ、うん、なんだろう就職もむな多分きっと難しいだろうなっていうのもあって先輩は先輩で結構悩んでて。 えっと多分そのおちゃらけた先輩イメージした方が多いと思うんだけど、うん、実際、その現実その就活というすごい重い現実に直面した先輩は、うん、本当にいつも通りの先輩じゃなくて、うん、茶化せないようなぐらい余裕のない先輩の一面もあるそういった現実というかこういった世界にいるキャラクターも描いてみようと思って先輩。 のそういうい悲しい一面も描いてみましたというはい、はい、そんな感じですなるほどこれはい、はい、チーズケーキと総武線をこう選んだ理由っていうのはあるわあ特にないかな特にないかい <laughs> でもだからチーズケーキがやっぱりなんか印象的だったみたいな言てああのねまあそのチーズケーキ選んだ理由はまあ強いて言えばあるんだけど、うん、あのチーズケーキその僕にとってのチーズケーキなんですけど完全に、うんうん、まあ 基本僕は甘いものはあんま好きじゃないんですけど、うん、チーズケーキってたまーに無性に食いたくなるんですよ。なるなる。無性に食べたいなーと思うけどうーんまあいっかみたいな、はい、食べれないし、はい、わざわざ買いに行けないし、はい、みたいなそういうなんだろうことが結構あったのよ自分がね、うん、でそういう、えー、感情を抱いてから そういえばそうだったなと思ってから書き始めたから何だろうそれが多分えまあ欲してんだけどなんかちょっと距離があるなあみたいなそういうものって結構あるじゃないそういう人間関係に置き換えてみようかなと思って僕が多分そう先輩はなんか好きなんだけどうん距離あるなあみたいな漠然としているのごめんね 総武線はなんかん日比谷線も出たと思うんだけど日比谷線が僕にとってちょっと日比谷線がなんかうんすごいなんかうんなんて言うんだろう、まあ、こある意味もう,もう完全に交通手段というか鉄の塊にしか思えなかったの。っていうのもまあ僕がその社会人になって乗った路線でもあったし、うん、なんかスーツと。 なんか革靴っていうイメージがすごい強かったの、うん、日比谷線って。うんうん、で総務線ってなんか肩からギターかけてる人がいっぱいいたり、うん、すごい金髪でツンツンの髪の毛の人がいたり、うん、なんかそれこそでもスーツ姿の若い男性の方がいたりみたいななんかそういう勝手になんか。 イメージが膨らんでって、総武線って。うんうん、でも、なんか、すげえ、なんか、総武線って、なんか。すげえ、なんか、なんか、悲しいなっていう。寂しいなっていう。イメージもあったの。切なさというか。うん、うん、なんか、終電で帰って、なんか、とぼとぼ歩いてて。えっと。なんか、ホームで待ってて。なんか。なんだろうな、うん。この世界って、なんか、悲しいな。 っってて思いなながら電車待るようイメージ冷たいなこの世界って東京ってなんだよって思いながら電車待ってるようなそんななんか感じがしたんだよね自分もそういう風に思ったこともあるしうん、うん、そうねやっぱ一人暮らしの駅とかも多いし、うん、日比谷さんどっちオフィス街な感じそうだよね、うん まあ勝手な僕の偏見かもしれないけど、あでも、あながち間違いじゃないと思うよ。あ本当に、うん、そ総務専ユーザーが言うから間違いないそ。そ,ーーういない <laughs> そう、なるほど、ね。いや、ちゃんとあるじゃない。<laughs> 選んだ理由。そうそうそう,そう,うん。なるほどね。はい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 。 まあ、<ん>適当につきましたで適当に考えました <laughs> なんで適当感を出したがるの <laughs> 君は。<laughs> まあそんな形でねあの小説作っていただいてそこから、まあ、一応歌詞を書きまして結構まあ脚色というか今の「総武線」の話とかももちろん出てきますけどね、うんあのー、いろいろちょっとこう微妙にいじってるんで。 あ,あ嬉しい、まあ、忠実にはではないですけどこの小説のストーリーには、まあ、インスピレーションを受けてほぼほぼ、まあ、この話を曲にしたのでちょっとそれを僕が今から、えー、っと演奏しようかなと思いますイェーイ そうまあ初回とりあえず弾き語りしますけど本当は原曲も古オケのバージョンがもうできてて、まあ、それを本当ちょっと流したいなとも思ったんですけどクラブハウス流せないんでまあ弾き語りとね古オケ別で楽しんでもらえたらと思うので一回あの演奏します、はい、お願いしますよいしょなんか決め台詞とか言う リフこのショートショートに合った曲ですみたいな,なんかああそうだね言ってじゃあなんかえ俺が言うのいやじゃあ <いや S 1> <laughs> 俺が言えばいいから分かるちょっとなんか言ってくださいこれギター聞こえてるうん聞こえてる聞こえてるオーケーじゃあちょっとヘッドホン今モールの声ヘッドホンで聞いてるけど一回外しちゃうんであ <laughs> うちょっと喋ってるか、はい、終わってなんかいいよって言ったら喋ってね <laughs> はい <laughs> あのちょっと今聞こえなくなっちゃうんでう一回外しますはーい大丈夫ですすげえなよいしょよし楽しみだ<次>えっとというわけでえー ものがね作ったショートショートからインスピレーションを受けて、えー、作った曲を今から演奏します。という、えー、タイトル通りね曲名をマスクで一旦た、えー、作りましたので聴いてください。えー、マスク <music> 進めていく座り込むよい戸麗ネオンが背中に刺さる見上げた先の街灯にぼやけたあなたの笑顔捨て猫を哀れむように温かい手を差し伸べた惹かれた腕の感触と切なさ残る改札消えてくあなたと眩しい 武線の黄色、再び孤独にの生まれ、うずくまる僕のほっぺたに、冷たいペットボトルを押し当て、見上けるあなた。とりあえず当てもなく僕らは、ゆらりと捨てられた自転車、二人のり夜を越える、香水の香りが。 「孤独な夜を埋める」「うたわいのない会話とともにうう」「静けきが並ぶ窓」「うっすら反射する二人のりがかぶった」「いつの日にかまた起ります」と。 また会うための口実を探す」 なりゆきか昨日の彼の残りを勝手に頬張るあなた隠し味は愛情です冗談混じりのジャンプも冗談混じりのステープであなたは彼にかわす時は立ち向かえた孤独なあるマスクだらけの 城が世界を追った卒業を迎えたあなたの影を追って潰れたケーキ屋の前に立つううううそう物線の駅のホームで向かい側に立つあなたの姿を見つけた 今の僕なら言えるだろうか言葉を探しマスクを外す終電と共に焼けつけたあなたの胸飛び込む見知らぬ女声にならない叫びはいつか 「あなたの胸届くだろうか」「僕はまたマスクをつけた」「真っ白な世界に身を染める」 じゃいいね。よいしょ。あ、ヘッドホンつけました。すごいね。あった。<laughs> 歌詞ちょっとね、<う>途中でなんかゴニョゴニョって歌詞になっちゃったとかあるけど、まああとで歌詞アップするんで読んでください。はい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 ,、はい。やこれ多分、まあ、確かに歌詞。 はっきり聞き取れないところあってもカレーってちゃんと言いたかった。いや確かにねうまかったそのカレー。カレー食ってカレーにねかわすっていうめっちゃインフンてきたわと思ったけど。そうそうそう。だからね本当にあのね長いさショートショートさまあ長いショートショートってすげ矛盾してんだけどさ。あまあまあまあ。長い小説だね。まあそのそうそう小説をさこのさええまあ何文字かわかんないけどさすごいちゃんとなんか凝縮。うんうんうんなんか。 いやめっちゃ詰め込んだよだって結構省いたもん落語のくだりとかは全部全カットしてるからねうんいや全然いいと思う,そうだめちゃめちゃ入れたかったくだりがいっぱいあったんだけどさ「尾崎豊じゃないよね」とかさいや全然いいよその落語とかさでもなんか全部入れるとやっぱそうだよ、ね、でもねそ,そう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 俺はでもあれよ、うん、最初見た時か不足なく全部入れてくれたなと思ったけどそう入りきってないんですよこれが。 もっと今回曲作るの通してさいやいやその曲小説とかいや夜遊びってさアーティストいるじゃんはその小説をもとにさその曲をまあ書いてるらしいんだけどそ,うだ、ね、そのまあそういう人たちもいるけどやっぱ結局その曲歌詞書くのって結局その単語単語に話を凝縮、えー、してるからその。 その言葉だけでその情景を想像させなきゃいけないっていう難しさもうそ,うそ,うそうそうだねそ,うそれはすげえむずいと思うわそうありつつただ、えー、とその接続語とかをその無理に入れなくてもちゃんとその文法が正しくなくてもさその話を進められるっていう利点もあるわけよそのあこっちの方がそうそうそう 小説と違ってそのなんだろうな例えば「座り込む酔いどれ」「<ー>ネオンが背中に刺さる」って歌あったけど,ど,ど本来は座り込む酔いどれの背中にネオンが刺さるっていうのが本来の文法で言うと正しいわけじゃないグラマーで言うと。だけどそ,だ、ね、その歌詞のいいところって「そのもう座り込む酔いどれ」っていう単語に対して「ネオンが背中に刺さる」っていうその,、まあ、あのワード2つというか。あの,、まああのえー ライン2つでかるかるかるあのそうそうそう言葉でまたさ座り込む酔いどれネオンだけでさもうさ全てさ情景がさ浮かぶじゃないそうだねでそのメロディーものせたら余計さああこういう感じねこういう心境までわかるじゃないそうだからすごいなんか簡単に伝わるよねうん簡単に伝わるけどまあ うん細かいところは難しいかもしれないけどでもなんかすごいわそうなんかそういうね感じ俺もっと遊んで<う>遊んでくれてもいいなと思ったぐらい結構なんかあ,<ー>あなんか結構ちゃんと忠実,忠実とは言わんけどあちゃんとなんか意識してくれてんなと思ったけど全然もっと、うん あもう脱線してくれてもそう爆裂に脱線してくれても全然いいしああインスピレーションを受けたっていうだけでそうそうそう,そうでも全然いいと思う歌詞は歌詞でまた別のむしろなんか別のストーリーとかでもいい,いそう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 そ,うあそれも面白いかもねでタケルはさ今回さその割とショートショートに忠実にまあこう時系列もさ割と合わせてくれてやってくれたじゃないでもそれはそれであタケルはこういうふうに 言い換えるんだとかこれをこの言葉をまあある意味捨ててこの言葉を残したってことはさ武尊にとって大事な言葉ってことじゃない言いたいこととかそう、ね、あこれをこの言葉残したんだっていうだけでもなんかああなるほどねっていうふうになんか楽しめたそういう楽しみ方もあったいやこれ古ケのバージョンもあ,あるんだけどさ、うん、それはもうめちゃくちゃ個人的には、うん いいわけよなんか <laughs> すげえ<ー> <laughs> 流したいんだよね、今。ただ、これ、多分いや、わかるわかる。すげえよかった。今の弾き方にも良かった。めちゃくちゃいい、うん、これね、そう、あるんだけど、そう流せ,ない、まあ、流せるけどね、このスピーカーでも流して、これでマイクでマイクっていうかう iPhone で拾えば。まあ、でもそれをあれなんじゃない、うん、あ ?YouTube を見た方だけの。そうだね。近日中に、まあ今日、明日ぐらいにすぐ YouTube にアップして。はい、で、まあ歌詞もそこの。 あとショートショートのノートの URL も貼って、ね、まあこの小説からこの歌詞ができましたっていうのが分かるようにやっとくのでそれもねぜひ見てくださいという形でございます是非見てください、はい、まあはーいこれ「#2」って書いてあるけどじゃあこれ「#1」で前回「0」の幻回みたいな感じします <laughs> そうしようか、はい、まあ前回の回を受けてっていう感じではい ですねまあ、このトーク自体も今回はちゃんとねアーカイブ取り忘れずにちゃんと撮ってるので <laughs> まあ大丈夫それも大丈夫ですそれも取り忘れててくれてもよかったんだけどねこれひどい酔っ払った状態の話だしあと <laughs>、ね、で聞き直したくないそうそうそう,そう <laughs> すごい今聞い,てるくれ聞いてくださってる方はマジで。うん 迷そんぐらいひどいろれつまって今も全然言えなかったしいや俺朗読してあげればよかったね逆にいやマジそう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 、うん、文字を追うのが大変だったから、うんうん、言ってよもう全然いや全然でも聞き取れたから大丈夫で自分が思ってるほどやばくない余計さ気きがたいなんてかっこよく ちゃってたからさ余計朗読が勝負感じんじゃんいやそれは朗読が完璧だろうが弾き語りはかっこいいから問題ないお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 いまあ確かにそれはひたしそんなよかったよかったいやありがたい。ちょっとそれさ東中野駅の前でさ勝手に弾いたら怒られるのかな大丈夫でしょ大丈夫寒いからもうちょっとたったらね今季節的なやつでそうそうそういやホンにいや楽しかったでも 楽しかったなんかすごいこのこのさ作業がただ楽しかったわかるキャ歌詞とか書くのすごいもうなんか楽しかったなんか俺もそうたたなんか単語というかキーワードもらってそっから話展開して、うん、でしかもその話をさ武尊、うん、がさ曲にしてくれるとかめちゃくちゃ楽しみでしょうがなかったもんいややっぱさ俺らさそのまあクリエイターというかさあれお題があった方がさ作れるなと思った ままああそれはねあるよねコールのキーワードがあってそれを使わなきゃいけないっていう逆の縛りがあるわけでしょそうねで俺ももうストーリーがあるっていう縛りがあるからその方が早い早いわ早いね確かに早さで言った間違いないこっちだわ俺この曲作りもさ配信ちょろっと顔出してくれたと思うけど楽天ライブでこのお題もらった曲をメロディー作るっていうのやってたのよ配信でそれでも作って んだけどやっぱりその配信の中だけで一番できちゃったしもうなんかすげえなそ,<う>でそれはさタケルさもともとさ、うん、その今回のつ関係なしに作るの早いよね早いけどでもなんかやっぱ普段お題とかがないと、うん、永遠に悩んじゃうのやっぱああでもないこうでもないっ言ってあわかるわ迷っちゃってそういう意味で時間がかかっちゃうというか迷いすぎてーは,ーはい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 でも決められてるとそうそうそう か確かにあとそのさその期日,期日もあるじゃん俺らは「この日までに作んないと」みたいなうんうんあ、ね、それも結構さ、うん、なんかさ大事大事大事だよねうんそれをそう身をもって知ったわ改めてだからこの企画いいよやっぱ <laughs> <laughs> あのトータルでそのコンテンツ <laughs>、うん めちゃくちゃ M な2人だけどな。追い込まれて。やでもそうだもん、追い込まれてやんないもん。人間そんなもんよ。ねみんな M なんだよ、みんな M なんだもんっていう曲作ったよ、やばいで。コンセプトもいいし、そういう俺らにとってもいいしみたいな感じだね、ほんと。いいね。いやよかったてか、もううん あのさどっ,ち、うん、どっちから作ったのその歌詞をさえっ、うん、とから作ったのかメロディーから作ったのどっちかなあ同時かな同時っていう配信の時に時要は歌詞,、うん、歌詞の大元はあるわけじゃん原,原文があの小説があるわけじゃんね小説あでもコードからかあそうだねそのメロディーとかをのぞくとその最初に えと打ち込みでなんかドラムのビートみたいなのを流しておいて自分で作ったやつをずっと立つみたいなやつを流してでそこにまあその曲の雰囲気としてはなんかあこのコードが合うかなとか言って適当にコード進行をえと一応ループで自分で作ったコード進行をまあ流しておいてでそこにあじゃあドラムとコード進行を。 できたからそこにじゃあ歌のメロディー載せていこうと思ってでその小説を見ながらな最初の頭の入り小説がこれ「時刻は12時を過ぎ群衆は一斉に同じ方向へ歩き出す」っていうね小説だからそれを読みながら、うんうん、そのドラムに合わせて「トゥトゥタッツゥンターン」みたいなのを合わせてなんかうんなんだろう「新宿0時群衆は新宿0時群衆は」みたいな感じかなみたいな感じ同時に。 歌いながら作ってそんなのよくやれるねマジで分からんもんそんなできる意味がいや意味がわからんでも多分それは多分小説があったおかげだと思うからありがとうありがとうありがとういやいやいやそうであそうそうそうにでそうそうだよ。なんか。あ、そうそうそなそう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 そ うううんんん多分「トゥルルルルルルル」とか鼻歌で多分つくのかなはい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 はメルディラインだけねとかあとキーワード「新宿ルルルルルル」とかへえそうやってつくんだネオンネオンがあとその単語だけ先に作って「そう新宿」って言いたいとネオン」って入れたいとかって入れてあとからそう単語にストーリーを無理やり肉付けしていく感じでふだんのやり方は。 だっね、そんな変わってないかも、ねまあ、その、うん、真っ白な世界に身を染めるとかねああんかさ歌詞でさ俺なんか、うん、そのマスクをつ,つけたとかってさちょっとやっぱさ、うん、その一般的すぎてさちょっとダサくなりがちじゃん歌詞にするとそれこそ俺なんかスマホとか ラインとかってさ歌詞に入ってるとさ歌詞だとダ,スくなるダサくなるじゃんわかるわかるその固有名詞がいい方向にも動く時あるしダメな方向にもねあるか,かるわかるわかるわかるそう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 そとか、ね。うそ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 う現実世界のものって結構ミス,、うん、ミスドいいよね。ミスドめっちゃうそうそミスドいいわ。<laughs> ミスドそうそうそうそモスバそう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  マクドは大阪の人が言うけど。<laughs> <laughs> 全部突っ込んでくれるいやいや、突っ込みマシーンだから。マシーンなんだね。マクドはさ、言うけど。はい、もう言いたいだけでしょ、それは。言いたいだけだった、最後は。マスクは。マスクはってちょっとなまっちゃってマクドに引っ張られてたじゃん。マスクは。<laughs> マスクはだから微妙なラインなんだよ新宿とかチーズケーキって結構おしゃれなんだけどてかマスクってさ比喩という比喩の意味でもなんかちょっとダサいもんねマスクってんかさマスクをつけるってさ割とありがちっちゃありがちじゃないそうだねありがちありがちそう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 だからだから歌詞に出てくるマスクって多分その甘いマスクとかそう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  フェイス的な意味で出てくるからほ本当のこのあの医療用のマスクを登場させるのってすごい難しいのよ<う>あのダサくなっちゃうそれをどうにかしてフェイスガードはもっとダサいよ多分んか心のフェイスガードみたいなちょっと大変なことになったよ多分確かにとんでもないことになったよ多分そう ならまあ真っ白の世界とかっていう比喩にそうするのがそうだねいいかなっていう感じ冗談交じりのステップであなたはカレーにかわすそうカレーだけにねカレーだけにカレーにかわしましたよいいねすごいなまあなんかねいやでもよかったなんかこういうだから一発目これさすごい個人的にさその打ち込みの方もさすげえ、うん、いい感じにできたなと思ってて 自分でめっちゃクオリティ上げちゃったからさその一発目から本気出しすぎて<笑><笑>次,回 <laughs> 次回からちょっと怖いね,分ね <laughs> 自分で自分を追い込んだみたいな、ね、一曲俺すごい俺よいやこの曲すごいふ普段のライブでやりたいなってやるやる思えるぐらいいい曲できちゃったから。うん 二回目以降怖いっていうねいい。ね怖いね。確かに。うん、もう一回ふざけてもいいかなくらい <laughs> 本当にコメディソング作ってもいいんじゃないか,、ね、えかそれは小説の内容によるなんかさ、一回さ、天井が見えてきたら一回さ、コメディでさ、下げる <laughs> これから。<laughs> やばい、これ以上できないわってぐらいすっげえなんか。<laughs> 下げ<る>、ね、下げよいやいやいや、コメディ曲を。 頑張って作ってる人に失礼だけどね、それ。いやいやいや、でもさ、そういうなんか遊び心も大事じゃない。まあ、俺コメディはコメディで本気出しちゃうからさ。確かにコメディこそ本気で作んないとね、マジでダサくなっちゃう。そうだね。うん。でも楽しかったわ。楽しかったね。ちょっとこれはいい、いい。いいラジオですね。そう、いい。自画自賛。本当に。 いやいや傷負ってねえから傷負ってないから傷負ったの君の朗読だけだからいやいや確かにマジでそう本当に15分前まで泥酔だったからさこの曲まあ合ってたけどねうんとあ曲だから飲んだんでしょ酔いどれだったしだからお酒飲んだのかそう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 やっぱ考えることはやっぱさすがだなそうなんだよまあとりあえずあのあれですねえっと またこれ言葉募集しなんかそれクラブハウスさこの間話してたけどさなんか一瞬だったよねなんかもう今全然さあなんか周りやってるみんなあれだねあれだねって感じあれだねそうだからこれからまたどうなんだろうね熱上がっていくのかなってちょっと不安あるよねクラブハウスでやるそうなんですよでもしかしかたらもう ね、楽天ライブとかツイキャスとかの方がいいのかもしれないねって話をだったらあの俺が作った原曲も流せるしさ原曲って、うん、あ弾き語りでっていうのも良さはあるけどねでもさやっぱさ、うん、なんかさラジオだったらさ、うんえー、曲紹介でさ、うん、その曲紹介で曲流すみたいなのがやりたいじゃないやりたいねその一環としてさ、えーとうん、僕らが作った 曲ですみたいな聞、うん、いてくださいマスクです。<laughs> <laughs> もういいじゃん。<laughs> それどっちの話してる？聞き語りの話してる？原曲の話してる <laughs>？いやいや本当にならその曲を流すというか。あはいはい、はい、クリアな音でそう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 。あそうそうだよねそれやりたいね。 だからその曲紹介もできるし、うん、自分らの曲もちゃんとクリアに、うん、でもまあその弾き語りで生でやってくれるっていうそのまあありがたみとかなんか凄みっていうのもあるけどねもちろん、うんうん、まあそうねまあそこはいくらでもね好きなようにできるからやりながらやりやすい方やりいい方を選んでいきましょ、ね、うだ、ねうん、まあ,あの皆さんの声も聞きながらねそうそうそう,そう皆さんがどう聞こえたかにも俺は今ちょっと酔ってるし俺はいかんせん、うん、俺らって言ったね今俺らたち酔っ てるから俺も酔っ払いにちしないから君だけでは酒飲んでる本んに。なんで俺がラジオやると片方の人は毎回酒を飲んでるの <laughs> あれ前回あなた飲んでましたうん違うもう一つの比嘉さんとやってるラジオも比嘉さん毎回飲んでるあそうなんだ,そう,なんだそうそう,そうこんな酔っ払ってない <laughs> いや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 、うん、まあまあとりあえずだからいやまあこの2週間でねクラブハウスの動向を見つつ そうしましょう次何でやるかまたねまあそう出口はね EXIT はね EXIT は選べるし収録すればねできたらこっちのもんだから前回収録できなかったからアーカイブ載せてないから誰かさんのせいでおいおいおい俺はおあいだぞこれで確かになごめんごめんこれでおあいだぞこれでおあいだわマジ何もグーのでもねえもん すまんわうんねそれでいこうそれでマジであれカットしてほしいもん俺今1000円千円あげるからカットしてほしいぐらいじゃあ俺が今から朗読を別取りしてそこに差し込むあいいねいや残そう残そうそれはなんでだよまああとから決めましょうまあ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 それはあと決きましょうということではいえっと次回またキーワードを2週間今日からそうですね まあ募集するツイートするのでそこに皆さんえ寄せていただいてでまあそれを発表しながらあこんな話あるよねっていう話を次回しながらえプラスコンテンツの紹介をね次回また麻美くんにやってもらうという流れですねはいそうですねもう僕は今あのコンテンツ紹介というかおすすめするドラマは決めてますんでおお絶対見てほしい、はいはい 了解しました。はい。了解ってあごめんなんでもない。今の本気のカットね。今のガチトーンの本気のカットね。いやそう最後まで聞き間違いってやつだから本当に。どういうこと最後まで言ってたらカットするけど了解ってあ何でもない。いやいやいですね本当にですごめんなさい大丈夫大丈夫本当に大丈夫。はい。言わないといけなくなっちゃうからそれそんな追い込むと。 気になるじゃんみんな気になるじあとねあとでちゃんと言うよいやそれはいいわ別にそこまでして聞きたくない別にはいあとでツイッターでそうですねそんな感じで進めていこうかなと思いますのでねドラマの方とかもんかねそうみんな見てくれたんかなどうなんだろう反響とか全然入ってこないしうんでも見てくださってる 方もあの俺もツイッターとかとか配信とかであのファンの方とやり取りしてますけどマジ見てくれる人いたあいるいるいるうんのですごいね大丈夫です着実に我々のラジオは浸透してますはい YouTube ドラマもねちょっとそうそうそこはちょっと裏で水面下で動いてますんで動いてますということ楽しみにしてくださいはいというわけで 1>, えー、1時間今日配信今日1時間今日ぐらいそうですね1五分一時間15分ぐらいはいはい、はい、配信しますこの辺にですかねそうですね酔いも冷めた頃でうん <laughs> 配信まで,でまあ仕事だからしょうがないいやいや,いやいやいいい次はシェアフでいきたいと思いますわかりましたじゃあ次はまたじゃあ t w i t であのね、うん、キーワード募集,、うん、募集しますんでお願いします、はい えと今日の原曲のフルオケバージョンも YouTube にアップしますのでうん、うん、楽しみですはい<て>あと、うん、おなじみの僕も YouTube チャンネルを、はいえー、バングライフというバングラディッシュで撮影して僕が編集してっていうそのバングライフという YouTube チャンネルやってるんでそれも登録お願いしますバングラディッシュね明日明日あの新しい動画配信しますお明日はどんな感じの明日はえっ、ー、とすっげえやつ ハハ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 ハ下もすっごい面白いやつ、うん、なんで最近ねちょっとだからうちのチャンネルでちょっとねプチプチバズりじゃないけど<お>とポンと跳ねてきたのよ最近<ー>だからちょっとねマジで、まあ、底辺 YouTuber かもしれないけど、うん、ちょっと兆しが見えてきたおあのテヤングがやっぱり効いたのかな あそう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 ,そうあのバングラデシュ人に激辛ペヤング食べた、ね、そう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 あれ面白かったでしょそれぜひ見てください皆さんはいすみませんけど明日公開しますはい以上ですはいえー僕もありますえー何だろうなないね、まあ、じゃ <laughs> あのさ楽あ楽天ライブやってるじゃない楽天ライブの新人イベントやってたじゃないなんかほぼ毎日んかライブやってたけど俺んかそのたまにさ聞いてたらさその途中からだったから何言ってか分かんなかったんだけどたけるがずっとボンボンとかずっとああやってたやて何やってんだろうと思ってすぐやめちゃったんだよあれだから一人ハモネプやってたああなるほどねそう あれちゃんと最後まで聞くとハモネプになってるからかなるほどなるほどアーカイブを見てボーンですねそうそうそうウェンザンナイってですだろうなやってない何か<回>いやボンボンボンっていう,あうさあそんなわけでえー <laughs> 1人ないいどいなまたね めちゃくちゃお前ずっと MC やってたんだろ高校の時からずっとやってたのと弱いやってたかどうかと MC が上手下手は関係ないからいやってくるだろそのトーク力ホ本当に大阪では受けたんだけどなどうだったの大阪昨日まで大阪な行ってでやねんどないやねんいやいやバカにしてるなな本当にどうだったの 楽しかったよ昨日まで大阪あ<ー>あ大阪大阪でライブしていい、ね、あもう帰ってきたな東京に <laughs> いやいやいやじゃあどうやってこれ撮影すごいな収録 <laughs> して今大阪じゃないよ本当に大阪じゃないんだだから土曜日にしたんだよ配信ああ楽しかったですライブもすごい良かったあの今日インスタにダイジェスト動画あげたから あマジ<う>見てチェックしておきますあのちょっとずつね曲上げてはいはいじゃあそちらもチェックよろしく <laughs> はいそんなわけであ来週から実はイベント始まるんですよ楽天のあまた,また何それは中堅ライブ中堅のイベントいやなんか、ね、新人の,イベ,のイベント終わってアップル主催の,なんかあの楽天なのにそう多分アップル 優勝するとああの MacBook もらえるみたいなそういうやっお願いしますお願いします何何のお願いしますちょっと PC 買い変えたいのよいやいや俺なんで俺俺が欲しいからそれはボンボンでお願いしますボンボンなんか牛盛りみたいにやめろなんかボンボンみたいなやめてくださいもう YouTuber 出てんな本当出て YouTuber 編集編集担当だからああそっか YouTuber の中でも ああそうかそうかかはいですねはいじゃあ次は、えー、またキーワードの、えー、トークということで2週間後にお会いしましょう、えー、はいということで、えー、今日はこの辺でお別れしたいと思いますはい、はい、えっ、ー、と出るもここまでお送りしましたのは出るもと甲斐、えー、でしたよどうもありがとうございましたありがとうございましたおやすみなさいおやすみなさい